今村希少は、江戸時代初期の数学者、和三家、河内国駒商出身である、村松茂清と並んでエリーの研究の先駆者として知られる。1640年前後に活動したとされるが、生涯や電気はほとんど不明で、幼少期の頃から数学を好んでいたことと、毛利茂吉の弟子であり、毛利の三つ子の一人であった。安藤有益、平賀康秀。 墨田公雲などが師匠の弟子であることしか分かっていない。著書は現存されており、1639年に漢文で書かれた数学における公式集の権威録や1640年に数学の問題の解き方を和歌や長歌で記した陰気参加があり、1642年には中国の政治史、政教を記した最古の歴史書である。 諸教に記載が確認されるルーズ記についての注釈が、総の最賃によって書かれてあるが、さらにそれの注釈として、計算をつまびらかに説明した、実月会合三法がある。また、地償は数値を使った、計算方法ではなく図形の問題を好んだとされ、後に、地償の弟子である、安藤雄益が1662年に、地償の著書、縦色くの注釈書である。 縦六かな章を書いた。また、1660年に磯村義則の三方決議章が表されるまで、吉田光吉が著者の人工記と地章の縦六が当時の教科書であった。ありがとうございます。